バルメンシュタイナ派は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属する、町村。この保養地は、バイロイトの東約15キロメートルのフィヒテル山地の中に位置する。バルメンシュタイナ派は、バルメンシュタイナ派側とモースバッハ側の合流点となる、に位置する。北緯50度線が、バルメンシュタイナ派地区を通っている。この町は、 公式には18の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。現在、オーバーフランケンに属するバルメンシュタイナ派は、1810年のパリ協定で、フランスからバイエルン王国に移された。プロイセン王国のバイロイト綱領の一部として、バルメンシュタイナ派は、1807年のティルジットの和訳により、フランスの管理下に置かれ、 1810年にバイエルン王国領となったのである。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例により、現在の自治体となった。この自治体が占める領域の人口は、1970年に1903人、1987年に1571人、2000年に1512人であった。主張はアクセル・ヘルマンである。 バルメンシュタイナ派は多くのウィンタースポーツ、特にアルペンスキーと長距離スキーを楽しむことができる。バルメンシュタイナ派には遊歩道やマウンテンバイクのコースがあり、屋前コプフのダウンヒルコースも用意されている。ホテル、ペンション、休暇村、民宿など多くの宿泊施設がある。ありがとうございます。